こんにちは、 STU48 です。今年も海の日がやってきました。普段瀬戸内エリアを拠点に活動している私たちにとって、海や船はとても身近な存在であり、楽しい思い出がたくさん詰まった場所でもあります。海の幸を味わったり、海水浴とか船旅など海には楽しいことがいっぱいですよね。そして疲れたり落ち込んだりした時も海を眺めてるとなんだか元気になれる気がします。はい、今はなかなかお出かけとかができませんけれども、新型コロナウイルスの状況が落ち着いたらまたみんなで思いっきり海を楽しみましょう。